そういう夜のことっていうのはどうですか？大人の女性になるにつれて高まってみたいなのがあるんですか？ありますね。ある。じゃあ今正直ピーク。ピークですね。一番ピークかも。一番ピーク。何歳ぐらいから上がってきたんですか？30代の後半ぐらいから徐々に徐々にされて目覚めてきましためっちゃ今そういうこともう本当お好き。ね。好きですね。いやー、そうなんですね。直近そう夜のことをされたってのはいつなんですか？先週。そういうことお好きなんですね。ちょっと先ほどもいろいろお話聞いてね。だからもう直近したけど、そのことを思い出してお一人でしちゃったりとか。と、これから行われることを考えて、正直毎日そういうお一人でしてしまうこともあると。ですね、ほんとね。ちなみにその経験人数って何人ぐらいいらっしゃる？あまり少ない方でして、いや、ほんまに5人ぐらいしかない。だからこんなにもう今大変なことになってるんですけ遅咲きというか、初めても結構遅かった。そうですね、初めても遅かったです。初めて何歳の時？21歳なんで。そうなんですね。それは、例えば家庭が厳しかったとか、なんか部活に打ち込んでたとか、そういうのがある？特になくて、あんまりそういうのに興味がなかったっていうか、興味もなかったし、陰キャラ、陰キャラ、モテるタイプでもなかったんだ。全然モテなかったです。じゃあ今、じゃあそういうのを後から知ってて、今もう、後から乱れちゃったみたいな感じなんですか？そうですね、今反動が来ちゃってるんですよ、きっと。若いうちにいっぱいそういうのしてたら、多分今落ち着いてると思うんですけど、逆になっちゃって、なかった分ボーンと来ちゃってる感じでじゃあすそういうね。体験でも30歳、40歳ぐらいの時がもう一番ピークぐらいの感じそうですね、それぐらいが。ですか？どんどん知ってて、今もどんどん知り中って感じ？私利中です。すごいですね、大人の女性ってね。じゃあ、まあ、いろいろ今までご経験はされてきた中でも、最も凍えてしまった夜の体験みたいなのがあれば教えてほしいんですけども。燃えてしまった。いつでも燃えてるから 毎回燃えてるから どうだろうな、すごい燃えてる。みたいな感じが好きで、そう、無理やりされるのがちょっと大変することがあって、それは嫌とは言ってるけど内心みたいな感じ？そうですね、ちょっとなんか喧嘩しちゃったりとかして、もう嫌な時に向こうが迫ってきてっていう、そう、無理やり、そう彼氏さんってこと喧嘩してて、そうですね、その時でも本当の本気の喧嘩？もう本気の喧嘩です。気持ちがどれぐらいになってるわけですか？もうやっつけちゃってるな、そうです。物騒だけど、もう別れたいみたいな、そこまで来てる。言い合い？言い合いで。そんな中で彼が、いや、もう、君が必要だよ。って来るってことですよね。もう出ていこうとした時に無理やり引っ張られるようになったりとか。で、ベッドに持ってかれて。それがお好き。それ何がいいんですか？だってね、気持ちの切り替えできないと思うんですけども。内心どっかで止めてほしいっていうのがあったりする。なんかもう別れる、もう嫌だって思いつつ一緒にいたいっていう。でもその時いやいやってことは言ってるんですか？もうやめてよ。やめてよとか、もう相当嫌がってます、本当に。もう嫌だって言いながら内心はもう、正直体は高まっちゃってる。それを相手は言ってくるんですか？いや、もうそんなこと言ってるけども、どうなんだい体は、みたいな。あんまり言わないけど、気づいてるから。でもそれは、どの辺までいやいやって続いてるわけですか？だってベッドにまずね、お洋服をみたいなところから、まあいざね、いろいろあるじゃない、段階的に。どの辺からこう、乗ってくるっていうか。もう合体したところまですごい、もう無理やりなんで、もう服は破れるぐらいのそんなに？勢い。無理くり剥がされるみたいな感じなほんので抵抗してるわけで、だ。そう、抵抗してるんですよ。すごい抵抗しつつ、もう力でかなわないじゃないですか。そう、もう動けなくなって合体したんだけど。そうなると、そこから声は出ちゃう？そうですね、もう合体しちゃったらもう
負けちゃう。そっからもうやめてやめてはなくなる。そうですね、もう無になっちゃうけど、無からだん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 こう来るみたいな。じゃあなんか喧嘩してる時ってもしかして頭の片隅にもしやこの後その楽しみがあるとかはある？ちょっとちょっとある計算そのため確信犯で喧嘩してるんじゃないですか。それが高まってしまった気持ち的な面が大きいと思うんですけども、例えばその変わった場所でしちゃったとか、それ高まったみたいな経験あります？ありますね、はい。富士山のちょっと心霊スポット行こうって話になって行ったんですよ、富士山に。なんかそこでちょっとやったんですかね。でその木の木陰で真っ暗だったんで見えなくて、うん、でも結構ある意味怖くて、幽霊系の怖いのもあるし、で夏だったんで虫がもういろんな虫がいたって、あもう見えないし、何の虫、真っ暗、そう真っ暗なんですよ、怖っ、そう見えなくて、はい、見えないと思いつつ、でその中で手探りでちょっと後ろから、後ろから、どっちが仕掛けた？ご想像じゃないですよ、ちょっと。でガサガサなお変な音が聞こえるわ。え、それは、何の音？動物？それともそういう現象？そういう現象なのか、動物なのか、ちょっとよくわからないんですけど、うん、でもガサガサ、動物かなと思って、もう見えないし、来る気配もないし、多分そっち系だと思うんですよ、霊儀の方かなとか思いつつ、ガサガサしつつ、しかもその虫のブン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 飛んでる、なんか耳まで、耳の近くまで来たりとか、何の虫か知らない、え、誰の知れない虫が来たりとか。でも高まってはいた。高まってます。それ立った状態で後ろから？そうなんですよ、後ろから立った状態で、はい、お洋服、下着ずらしてぐらい、はい、下着ずらして上来たまま、それ振り返ってみたらどうですか、その体験。幽霊と経験するなんてあんまないじゃないですか。まあ、幽霊とは経験はしてないんですけどね。別に幽霊とはね、幽霊が見てた可能性があるというね。それを見て幽霊同士が高まってた可能性はあるという。あるという。ちなみにじゃあ他なんか変わった男の人とかそういうのありました？ありましたね、はい。赤ちゃんで、大の大人が、私がその20代だったんですけど、うん、その当時60ぐらいの、はい、チックな方で、はい、医療従事者だったんですね、はい、医療従事者の人って結構多くて、はい、お医者さんだったんですけど、だいぶ出世しても、そう出世しても大変な有名な方ぐらいの感じ、調べれば出てくるぐらい。そうですね、みなみちゃんなんかすごい人、先生で40歳差ぐらい、当時で。そうですね、40歳差ぐらいで、赤ちゃんバブバブしようって言い出して、バブバブってなんだろうって、もうなんか一緒になった時から赤ちゃん言葉炸裂してないかもしれない、膝枕とか しながら、はい、膝枕して、おむつも自前で持ってきてて、はい、でどうしたのって聞いたら、病院から持ってきた。そっか、いっぱいありますもんね。きっと買ってね、病院からね。そう、買って。そういう時って可愛いなとかそういう感情あった？ちょっとドン引きしたんですけど、最初は、うん、最初ドン引きしたけど、うん、何回かあったんですよ、そういう、うん、関わらせていただいて、最初はええと思ったけど、なんか慣れていくとだん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 、なんかその赤ちゃんにしか見えなくなって、母性が、母性が本当の自分の子供、赤ちゃんみたいな気持ちになる。はい、なるほど、ね、はい、可愛く見えてきて、いつも大変なんだろうと思いつつ、なんか情まで湧いてきちゃう。頭が出たり、ミルクとかも作るのも、なんか本当に作り方とか、ミルクの缶からとかも本物を持ってくるんで、本物の作り方を教えてくださって、飲ませてって言って飲ませてあげて、それで最終的にはこっちの高まりも、高まりも、個性がすごいですね。じゃあね、あの時はもう下より上だったんで、今はもう下がすごい好きで、ちょっとあの時上がピークだったんで、はい、こうされたりマッサージされたりするのもちょっとかわいい。じゃあ今例えばどうですか、今日65歳ぐらいのおじさまに膝枕でとか、この後とかどうですか？あ、いいかもしれない、いいかもしれない、今の方がもっと癒してあげ
られる自信はあるかも。あ、昔よりは全然包み込むあれがもうないんだとできてるんで、包み込んではしてあげられるから、だから上から見せるんだけど。いやいや、それが多分年上の男性からしたらいいですもんね。正直言ったら70、じゃあ普段仕事バリバリしてる60代の方のが癒しがいはある、うん、そうですね、癒しがいがあるかも、はい、癒してあげたい、めちゃめちゃ、いい子いい子でしたい。じゃあできればその方の仕事のバリバリ感も見たいぐらい見たいですね、すごい見たいです。おい、じゃあ例えばなんか映画監督とかで普段もう強気でバンバン言ってる巨匠みたいな人の裏がそうだったらどうですか？あ、もう燃えます、ギャップ燃え、すごい好きかも。じゃあ身近な関係性でそういう上司みたいな人がいて、そういう方に裏ではそういう関係とかが燃えるかもしれないですね。燃えますね、裏で普段見せてない顔、私しか知らないみたいな、あ、癒してあげたい。じゃあもともと何のお仕事をしてたか、そういうのってあるんですか？元は看護師。看護師、はい、じゃあちなみにその関係性的に、例えばその先生としてしまったとか、この人としてしまったみたいな関係性で燃えちゃったみたいなとかって ありますか？ ありますね、先生ともあるので。先生先生、お医者さん先生とか、あと放射線技師さんとか、それどういう流れでそうなっちゃったんですか？外来だったんですけど、日の外来だったんで、あの午前中で終わるんですよ。で午後からはもう病棟行ったりとか、みんな下に開くんで真っ暗になるんですよね。でそこでちょっと事務仕事とかしてる時に先生が来て、診察室でカーテン仕切ってる診察室でちょっとそういうことをしてしまって、ちょっとね、あのしてしまってちょっとこれ誘われて、もう誘われて、だからそのいい雰囲気になって、その時、こっちはもう白衣着て、先生もこうかけてるみたいな、はい、あのかけてる、かけてた、かけてで、ちょっとこれ心臓がとか言ってきました、歩道がみたいな、こうやってちょっともう、じゃあお二人とも今の自分の職業っていうのを生かして楽しんでた。そうですね、楽しんでました。密会してました。密会。その時やっぱりナースコールで呼ばれるとかなんですか？あの携帯、ポケ、ポケベル。ポケ、間違えちゃった。ピッチか、ピッチ。時代感じますよ、ちょっとね。ポケベルで。ポケベル懐かしい。よろしく。よろしくとか打って。ポケベルとピッチの、はい、時代ですねかかってくる、かかってくるんですよ。お願いがあるんだけど、仕事みたいなお話をしつつ、暗号があるんですよね。レントゲン室とか直接言うとみんなに聞こえてバレちゃうから、みんながいるまで電話してる、あれ電話すると大胆な犯行ですね。正面突破。院内のところとか、なんか歩きながらとか電話することがあるんで、院内で歩きながら、ワードはレントゲン室レントゲン室とか、レントゲン室って言われたら、はい、あ、そういうことだな、そういうことだな、はい、いろいろあって、でカルテ持ってきてとか、カルテ持ってきてって言うと場所が外来の一心だよとか、あそれが何箇所かあるわけですね。絶対それもバレないですもんね。そう、同じ場所じゃないです。一応カルテは持ってく？カルテは持ってく。もう一応自分のカルテ。ちょっともうそれすごいですね。サイン出して二人楽しんでるわけだ。そうなんですよ。二人ともそういうのが好きだったんですね。医者とナース。ナースで、その方は出世したんですかね、後に。あ、どうなのかな。今院長ぐらいになってるかな。すごい。二人だけの秘密で。秘密で。なるほどね。じゃあ今はそういう感じで、どんどんとさらにそこから欲がもう高まってってる。はい。今ピークなんですもんね。ピークですね。じゃあ今正直なこと言うと、できれば毎日のように男性に抱かれたいみたいな気持ちはある。ご想像にお任せ。それは心的な面で癒しが欲しいのか、シンプルに肉体的にも楽しみたいかって言ったら、どっち？あ、どっちだろう。あ、どっちもいいな。でも選べないけど、やっぱり肉体。あ、どっち？大人の女性だからね、やっぱ心ってね、言うかと思って、シンプルにそこは動物的に。動物的に、はい。でもほら、あの
気持ちはあるけど誰も相手にしてくれないじゃない。男性ってやっぱりほら難しいじゃないですか、心っていうと。だからね、やっぱりシンプルにか、ほらほら、動物的な。そうなんですね、はい、でもちょっと今ずっとね気になってたんですけど、首筋のラインちょっと色っぽいななんて思ったんですけど、ちょっと最後チェックさせてもらっていいですか。まあ、これからお洋服をお脱ぎにいただいてちょっとじっくりね、はい、と思うんですけども、ちょっとあらかじめというかね、はい、ちょっといいですか、この首筋の首筋に恥ずかしい首筋なんか恥ずかしい、なんかいつも着物なんだけどね、今日はなんか着物、そういつも着物着てるんですけど、え、私服、私服、そう、着物着てる、着物なんですか。そうなんですよ、上品ですねなんかこのでも今日ちょっと髪の毛切ってしまってすいちゃったからアップできないから服にした。なるほどね着物でも今度ちょっとお会いしたいなって思っちゃいますねちなみに今は下着っていうのはどういうのをつけてるの。今下着つけてなくて、えなんで、あの暑いし、あの着物の時もそうなんですけど、着物はね、はい、結構つけないって聞きますよね、はい、でも着物じゃないじゃないですか今日癖でじゃあ今日ここ新宿ですけども、新宿来るまで何もつけず、はい、何もつけず、あのつけて今ちょっと穏やかじゃない話ですよそれ、はい、ちょっとあの浮いちゃうかもしれない。何をおっしゃってるんですかでもそれをちょっと畑させるともう全てがあらわになっちゃう。あらわになっちゃうんですね。いや今夜はね、そういうところもね、いろいろお楽しみさせていただきながら、ちょっと心と体を満たさせてねもらえたらなんて思いますので、はい、ということで本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします